打ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックス丸、まだヒットを打たれていません。初球打ち、わずかに右に切りました。ファールボール、思わずバットが出てしまったでしょうか。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。空振り三振、ツーアウトになっています。バッターボックスは4番キラ。まだヒットを打たれていません。初球空振りです。インコースの変化球見ています。次のボールがまだ50球目です。落としてきましたが、これは外れます。打ちました。センターに上がった。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。三者凡退に終わっています。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退無得点です。4回終わって2対0カープ無得点です。5回に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃です。7番バッター谷繁、西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。2球目打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。8番バッター堂上、最初の打席は三振に倒れました。まずはワンアウトを取っています。球威はありましたがボールです。球に思わずバットが出ました。打ちました。高く上がったセンターフライです。詰まっています。センターが取りました。ツーアウトです。9番バッター大野、最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトになっています。まず速球から入りました。2球目打ちました。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。三者凡退に終わっています。5回の表終了、2対0ドラゴンズは0点に終わっています。
5回の裏追いかけるカープの攻撃になります。バッターボックス松山、最初の打席は三振に倒れました。小宮山さん、ここまでまだノーヒットピッチングをピッチャー続けています。叩きつけるバッティング、難しいバウンド、ヒットになる、チーム初安打が先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。ヒットでランナー一塁になっています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これは見送ってボール。送ります。ピッチャーが取る。一塁送球アウト、ワンアウト。打順は7番堂林。得点圏にランナーを置いていますカープです。引っ張った、これはどうだ。一塁送球アウト。8番バッター石原、最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトになっています。結局ランナーそのままです。まずは見送ります。ワンボール。打ちました、痛烈、レフトへ、どうだ、ライナー性の当たり。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがカープ得点はありませんでした。5回終わって2対0カープ無得点です。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターボックスは1番大島、今日はまだヒットがありません。大竹、この回もマウンドに上がります。大きく外れました。内へのスライダーはボールになります。際どいがボール、ストライク入りません。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。マウンドの先発ピッチャー大竹、二塁送球、二塁タッチアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。低めチェンジアップ決まりました。アウトコースへいい球が来ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。おっと惜しい、ボールになります。
ッター、三遊間抜けるヒットになりました。ワンアウトから追加点のランナーが出塁していきます。バッターは3番クラーク、今日は打点が1あります。ワンアウトランナー1塁です。初球変化球がいいところに決まりました。これは見送ってボール。ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。ショート弾く、ボールを拾って、ここは痛いエラーになりました。この場面で痛いエラーとなってしまいました。まあランナーが気になったんでしょうかね。迎えるバッターは4番ルナ。先ほどの打席は三振に倒れました。追加点のチャンスを迎えていますドラゴンズ。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。これで結局追い込まれました。バッターよく見ました。際どいコース、ボールです。外れました。チェンジアップを見極めます。2球で追い込んだんですが、決めきれずフルカウントまで来ました。打った、ショート取ってセカンド送球、二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点ありませんでした。6回の表終わって2対0、ドラゴンズは0点に終わっています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。6回の裏、追いかけるカープの攻撃になります。ピッチャーからの打順になります。まずは出塁してプレッシャーをかけていきたい。まずはストレート来ました。目いっぱい、ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、ファースト飛びつく、アウト、間に合いました、ファインプレー、よく追いつきました。ご覧のように非常にいいプレーになりました。ファインプレー、ここで代打です。バッター広瀬。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあここはね、しっかり守りたいですよ。マウンドは先発ピッチャー大野。
今日はボールが走っているようです。ボール球に思わずバットが出ました。すぐに追い込みました。落ちるボールです。フォークボールで誘ってきたんですがバッター動きません。見送っています。ボール。